皆さんこんばんは、美徳です。クリスタルベアラー続きやっていきます。前回この洞窟に入る前で終わったので終わったのでここから進めていきたいと思います。で、前回ですね、3パート分あ、納豆手に入れた。3パート分ぐらい取ってしまいましたって言ったと思うので、はい、ここもね、一回やっちゃったところですね。はい、もうちょっとしたところで終わったのかな、パート3は。敵が初戦闘ってことになるんですね、ここで。敵も敵も面白い、可愛いですね。周りに魔物がいる。読ませて。まあ、左下にレーダーが表示されますと。中央の矢印。捉えた。敵にぶつける。あれ？よし。敵にぶつけたい。あれ？ついたんだっけ。えい。わお。魔物。早い。長期ストリームを閉じて、敵はこれで OK？ よし。あ、ヒットポイントがアップしましたね。やったね。おお、面白いな。なんかわけわかんないうちに敵全部殲滅しちゃった戦闘はまだちょっと慣れないですね。わかんない、まだ。まあ、あ、ムービーかな。おお、お宝の匂いがするよ。都市の遺跡か？リルティのものじゃないな。なんだこの感情。はじめに四柱のクリスタルあり、相互いして一つの理をなし世界を創造する。創世神話だな。次に四柱のクリスタル、それぞれに人を形作り、その存在を司る。ビンゴ。四種族、すなわちリルティ、クラバット、セルキ、そして我々。ベル！ベル、足元！おい、早くどっかに捕まれ！少しダイエットした方がいいんじゃないか？重すぎるぞ。このスレンダーな私に向かって何言ってくれちゃってるのよ。あんたの力も大したことないわね、クリスタルベアラー。俺の力は距離に影響されるんだ。正直ギリギリだったぜ。手の込んだトラップね。相当なお宝が隠されてると見たわ。罠じゃない。遺跡そのものがちょっとばかり不安定なようだ。お宝さえあればどっちでも構わないわ。考古学より宝探し。だったらもっと注意しろよ。次も助けられるとは限らんぜ。大丈夫、ご心配なく。っていうか、あんたアレクシス号飛ばしてたじゃない。私があれより重いって言うつもり？あれは魔性機関に力を送ってただけだ。それにテンション上がってたからな、あの時は。何よ、あの船の方が私よりテンションが上がるっていうの？ふん。はい、進みます。今のあのベルちゃんのところに手元にあったクリスタルアイドルは、あれは、誰のなんだろう。あれはレイルが持ってたクリスタルアイドルの
なんですかね。この宝箱も空だわ。だうもうさ、全部ベルちゃんにさ取られちゃって、ベルが開けた宝箱って書いてある。はい、ここはポンポン行きたいと思います。かっこいいな、レイル超かっこいいと思う。あ、どうぞその調子。ここ行ってないや。宝箱ありますね。はもうゲット。よし、お金か。かっこいいレイル。なんかあのリモコンを振るとちょっとダッシュするらしい。ダッシュっていうか回避できるみたいです。これでリモコンを振ると。やるじゃない、クリスタルベアラ。こっちこっち。くそ。あれ？それ。いやーもう全部取られちゃってるよ。からだわ。ほら、ベルが開けた宝箱。取ってかないでよ全部。こっちだ。セルキーって足速いんですね。こっち行き止まり。レディーファーストのつもりなの？なことはない。どっちだ。これ抜かせないよ絶対。どっちだ。よっと。セルキー族は機敏なんですね。足が速いんですね。よっと。抜かなくね。どっちだ。よいしょ。どっちだ。行き止まり。この宝箱はいただく。お金ばっかですね。じゃあ入っちゃおうかな。おお、そうだ、これだ。これがよくわからないんですよね、意味が。あっ、ちょっと待って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 、これ何なんだろう。これね、本当にこの敵の意味が全くわからないんですよね。痛い痛い。で、落ちちゃうんですよ。痛い痛い痛い。ほら、落ちちゃう。謎だ。本当にこの敵謎だ。意味がわからない。あの敵本当に何なんですかね。倒せるのかな。魔女石でか。あれ全部売りさばいたらいくらになるのよ。今の一瞬見えたのユーク族のあの夜間頭の人かな。ちょっと。妙な場所で妙な奴と会うもんだな。引き合うべきは引かれ、弾かれ合うべきは弾かれ。すべてクリスタルの理によって世界は成り立っているものです。あなたはここに来るべき要素を備えている。こいつのことか。それは我々のものです。返してください。ああ、返すと。お前には借りがあったからな。俺の勝ちだ。やってくれるな。レイル、そいつを捕まえろ。
今度こそ終わりだ。いいえ、始まりですよ。魔晶石、また吸収されちゃうよ。飢えたよ。何が起きたんだ。魔晶石を吸ったり出したり、お前何が目的だ。リザレクションですよ、レイ。あと2つです。なるほど、楽しくなりそうだ。はい、あと2つ、ベルとともにクリスタルの間から脱出する。あと2つ魔晶石が、魔晶石じゃないや、クリスタルアイドルがあるっていうことなのかな。ちょっと待って、ベルはあれ、え、落ちちゃった。おお、飛び移る、よいしょ。わわわわ、すごいなこの仕掛け。わあ楽しいな。なんだここ。落ちた、助けて。怖い怖い。あ、宝箱は欲しいです。あ、お金落ちちゃった下に。どっち行けばいいの。あれ、ベルちゃんは上に登ればいいのか。いいなぁ。どっちに行けばいいかわからない。こっちかな。届くのかな。じゃん、すごい。で、ベルちゃんどこ行った。はい、引っ張れるんだ。レイル、どこどこ、どこどこ。あ、いた。難しい。あ、落ちちゃった。難しい。ちょっと。いやー。で、あれ。あ、こっちか。ジャンプ。あれですね。引力を自由に操れるから落ちることはないんですね。やば、これむず。かっこよすぎる。レイルかっこよすぎる。あれ、こっちでいいのかと。おお、あれ、さっきベルちゃんいたけど。いいのか、こっちで。ちょっと時間なくなってきちゃったな。あ、いた。あ、落ちちゃった。すいません、操作が下手くそで。ベルちゃん発見しましたね。遅い。ごめん。はい、宝箱。遅いとか言われてるじゃん。ベルちゃんを持ち上げることもできるんだ。よっ。かっこいいな。楽しい。セーブポイントがない。おお、
こっち行けばいいのかな。ベルちゃんはついてくるんでしょうかね。あ、出口発見。ああ焦っちゃいかん焦っちゃダメだ。飛び移る。はい、まあ、あ、ベルちゃんついてきた。やるじゃない、クリスタルベアラー。なんで名前で呼んでくんないんだろうね。旧江戸水道。外に出れましたね。あ、クリスタルアイドル。終戦記念碑の地下だったんだ。あの魔晶石、王国の隠し財産かな。デイル、あんたの能力で持ち出しちゃおうよ。一人でやれよ。ノリ悪いな。それじゃここでお別れね。おいベル、お前追われてたんじゃないのか。そうだっけ。でも心配ご無用、追われるのには慣れてますから。私はね、一人でやれんの。じゃあまたね、レイル。え、誰今の人。あ、かわいい新しい試作品が完成したからお前さんに見てもらいたい。橋の町のシド工房地区まで来てくれ。何やら途中にある東部開拓地に魔物が出ているようだから気をつけてな、シド。さてと、シドさん、シドさんからお手紙来てましたね。さっきの男の人何だったんだろう、隠れて見てたけど。まあいいか。とりあえずちょっと時間過ぎちゃったんでここで終わりたいと思います。次回ここから始めていきますのでよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。さよなら。